議長の了承をいただきましたので、私は議案質問3点、一般質問2点させていただきます。質問に入らせていただく前に、元市長の高田信明氏が平成24年2月20日にご逝去されました。高田市長は守山市の発展の礎を築かれました。その功績は言葉に言い表せないものです。本当に心からご冥福をお祈りいたします。それでは質問内容に入らせていただきます。議案質問1点目は、議第1号平成24年度守山市一般会計予算の中、市民運動公園再生整備事業についてお伺いいたします。昭和56年琵琶湖国体に合わせて整備された市民運動公園は、どの施設も老朽化が進んでいます。その施設である市民体育館、農業者トレーニングセンターは市民の多くの希望により改築されました。しかし他の施設や公園自体の整備が遅れていることから、今年度子どもから高齢者まで聞こえる市民運動公園の再整備に向けての基本構想が策定されます。また同時に市民球場を震災や老朽化に対応するため、耐震と機能充実に向けた改修の実施設計に取り組むとなっています。しかし私が以前運動公園の施設整備の質問をさせていただきました、ソフトボール場は男子の公式試合に支障が起きる難しい状態です。一塁側のベンチは道路ほどいっぱいに作ってあり、一塁側スタンドには通行できないなど問題が多い球場とであります。比較と立地条件の本当に悪い、使いにくい施設であります。隣接されています交通公園は現在ほとんど使用されていない状態であります。交通公園の一部を整備して、規格に合ったソフトボール場に作り直して、全国のソフトボール球児に子どもたちの甲子園と言われた守山市に似合った施設にしていただきたいと思います。また運動公園内にあるテニスコート、スポーツ広場でも夜間照明灯の鉄柱が腐食しており、危険な状態にあります。またテニスコートも規格が合わず、移転も含めての協議が必要です。公園管理という難題がありますが、ここで一度全面的に見直す時期ではないかと思います。施設整備の順番もあり、整備には限られた財源の中ですが、施設整備は必要不可欠だと思われます。誰もが憩える公園とは、既存のスポーツ施設や蛍の資料館などの施設をどのように位置づけ、市民運動公園のセントラルパーク化に向けてどのような構想を持っておられるのか、市長のご所見を伺います。また滋賀県の片一子知事が国民体育大会、国体の県内開催を目指す考えを明らかにされました。実現すれば2度目の琵琶湖国体となります。その機会を生かし、競技施設の整備をされ、競技誘致をされるお考えがありますか、合わせてお伺いいたします。次に議案質問2点目は、平成24年度再生可能エネルギー推進事業に取り組まれる菜の花栽培、菜の花プロジェクト成長戦略経費についてお伺いいたします。菜種から植物を採取し、環境に優しいエネルギーとしての燃料化や食料種油など、環境と菜種をキーワードにした取り組みがされてきています。以前には矢島町などで菜種栽培の取り組みがされた経緯がありますが、いろいろな問題が多くあり、広く復旧にするに至らず、菜種の栽培がされなくなっています。
今回新たに成長戦略事業の一つとして菜の花プロジェクトの予算が計上されました。取り組まれる事業目的は循環サイクル構築のための仕組み作りの検討になっています。しかし過去の栽培事例をどのように総括されるか、今回まだまだ協議の段階であると思いますが、今後の作付け面積および作付け場所の確保など総合的な計画を環境政策通部長にお伺いいたします。次に議案質問3点目は地域交通導入に向けた新たな取り組みについてお伺いいたします。地域の高齢化が進む中、生まれ育った地域でこれからも暮らしていくための大きな課題の一つが地域交通の確保であります。市では通院や買い物など日常生活において移動手段を持たない方が高齢化とともに今後ますます増えてくることことから予想されることから、市民の移動手段として誰もが使いやすい地域の実情に応じた地域交通の導入に向けて検討を行うため、2月21日に地域公共交通会議を立ち上げられました。また路線バスを運行しているバス事業者に対しては今年度実施されたニーズの調査の結果に基づき路線バスの増便やルート変更について要望がされています。平成20年21年度に中心市街地への移動手段とした完全事前予約制乗り合いタクシーオンデマンドタクシーの社会調査が行われました。また今年度地域に出向きニーズの聞き取り調査をされましたが、その結果はどのような課題が出てきましたか。また新年度新たな方策を地域公共交通会議において検討し、12月をめどに地域交通の充実策に具体的に取り組む予定となっていますが、今困っておられる地域の方、高齢者の方々には早急な対策が必要だと思いますが、環境生活部長にお伺いいたします。次に一般質問の1点目、今後の本市の行財政改革の進め方についてお伺いいたします。今日国も地方も変わってない厳しい時代にあり、従来の手法感覚では存続できないといったことが懸念されています。内閣府に設置された行政刷新会議が行っていた事業仕分けにつきましては、国と地方の制度の違いもありますが、報道で知る限りにおいてはそもそもあのような短時間で判断できるのか、また中小企業の経営者、商店主、農業者などの現場の声を取り入れない形での議論などいろいろな問題があったと思っています。今後国の事業仕分けについては事業ごとに専門の外部評価委員も置いた中、事業の再構築に対する意見を求める必要があると考えます。また仕分けを受ける側としても事業対象事業の必要性、効果、コスト等について評価に耐えうる説明責任を希望するところでございます。そこで本市の今後の行財政改革の進め方について伺います。これまで市では平成18年度から22年度まで5年間においては第4次森山市行政改革大綱に基づき歳入の確保、歳出の削減に積極的に取り組まれ、とりわけ歳出の削減に関しては事務事業外部評価、事業仕分け、市民公開外部評価などを実施されました。これらの外部評価の実施により事業の廃止縮小などが見直しが進められたことは一定の評価できると思います。しかしながら今後においては長引く景気低迷や
国の制度の見直しにより大幅な歳入の増加が見込めず、多額の歳入不足が懸念されています。また人口増加に伴う市民サービスに関わる経費の増加や市民ニーズの多様化に対する対応等など厳しい状況がますます続くものと考えています。引き続き行財政改革に取り組む必要があると思います。そうしたことから今後の行財政改革の取り組みについて第5次森山氏行政改革大綱に基づきどのような形で進められようとされているのか、総務部行財政担当理事にお伺いいたします。一般質問2点目は全国学力学習状況調査についてお伺いいたします。本年度は東日本大震災の関係で中止になったと伺っておりますが、国際学力調査の結果により学力や学習意欲の低下が問題となり、一人教育の批判から平成19年度より全国 学力学習状況調査が登場しました。日本全国の小中学校の最高学年全員を対象として毎年4月20日に近い火曜日に行われると聞いております。その結果の公表をどのように行うかということで各地で大きな問題となっています。特に大阪では公表を求める首長と教育委員会が議論を深めています。私は学校間での競争を煽ることになり公表を求めておりません。しかし私はテストを含めて何かを行ったらその結果を確かめ結果を分析して将来に生かすということで改善があると認識しております。その点を踏まえ全国学力学習状況調査の結果をどのように学力向上に反映していくのか教育長のお考えを伺います。また単にテストでの点数の向上ということではなく東日本大震災で示されたような命を守る防災教育の重要性、生きる力をつける教育、絆で結ばれた助け合いの協力、郷土の歴史を踏まえた教育など、ただテストの点数のみという学力テストでなく社会に出て間に合う、また信頼される人間になる教育が大切だと考えますが、教育長としてどのような認識を持っておられるのかお伺いいたします。以上よろしくお願いいたしまして、私の質問を終わります。市長、西村議員、ご質問の、議第1号平成24年度森山市一般会計予算のうち、第1点目の、市民運動公園のセントラルパーク化に向けての整備についてお答えを申し上げます。市民運動公園につきましては昭和56年に開催されました琵琶湖国体から30年が経過をしておりまして施設の老朽化が進んでおります。また施設のニーズも開設時と比べ今日においては随分異なりを見せておりまして、野外ステージや交通園などの利用率の低い施設が指摘されている状況でございます。利用状況から利用率の高い施設については充実を、そして低い施設は計画の見直しが必要であると考えております。このような状況を踏まえまして老朽化している施設等の改修に合わせて市民の居場所づくりを行い、もってニューヨークのセントラルパークのような公園に再編をしていきたい、このように考えております。このため平成24年度に専門家や関係者からなる検討委員会、
これを立ち上げまして、ここの場において議論をいただく、また市民の皆さんのご意見をお聞きする中、基本構想の策定を図ってまいりたい、このように考えております。また国体の誘致につきましては、金田知事が去る2月5日に2024年の誘致に向けて前向きに取り組む、こういった宣言をなされました。これを受けて県では来年度国体検討懇話会を設置し、独自の国体の在り方や理念など開催に際しての課題を検討されることになっております。議員ご提案の国体の誘致の機会を生かした競技施設の整備と競技の誘致につきましては、今後の県の動向を注視してまいりたい、このように考えております。以上、答弁とさせていただきます。環境生活部長。西村議員、2点目のご質問、菜の花プロジェクトの成長戦略経費についてお答えをいたします。菜の花プロジェクトにつきましては、県が提唱する古国菜の花エコープロジェクトの菜種栽培実験事業として、平成12年度より平成14年度までの間、県の補助を受けられ、矢島農業組合で1ヘクタールの作付けがなされてございます。14年度には服部農業組合で2ヘクタールの作付けがなされたところでもございます。その後、平成15年度より平成17年度には菜種の集団栽培を支援する県及び市の補助制度を活用され、矢島農業組合で1ヘクタール、服部農業組合で2ヘクタールが作付けされてございます。平成18年度には市の補助を受けられ、三宅農業組合で1ヘクタールの作付けをいただいたところでもございます。しかしながら、栽培に手間がかかることから、生産者からの、作付けが希望がなかったことや、県の補助が、見直されたことも受けまして、やむを得ず、菜種栽培の中止を、余儀なくされたところでございます。そのような中、東日本大震災によります原子力発電所の事故を機に、再生可能エネルギーへの転換が、国民的課題となる中、エネルギーの地産地消や将来に向けて地域の資源循環型モデルを構築することや、農産物の自給率向上、また食の安全への取り組み、また実践を通じた環境教育の場として菜の花プロジェクトを展開することの必要性を、改めて、認識をさせていただいたところでございます。このことから、平成24年度におきましては、菜の花の栽培、菜種油の消費、廃食油の回収及びエネルギーとしての再利用、菜種カスの堆肥化等々、資源循環の輪を多くの市民の方の関わりの中で、構築する事業と捉まえ、作付けの面積および場所の確保も含め、また生産者に対する支援および搾油業者の確保など、資源の循環が確立できるような仕組みづくりを再検証し、活部や府県の飛沫への活用も含めまして、実施に向けその可能性を、探ってまいりたいと、このように考えているところでございます。次に、3点目の地域交通の導入に向けた取り組みについてでございます。委員ご案内のとおり、平成20年度、21年度には2カ年にわたり実施しております地域交通の社会調査につきましては、中心市街地の活性化に向け、市内各所から市街地へのアクセスについて実証実験を行ったものでございます。その結果、デマンド型乗り合いタクシーによる運行は、利便性や環境側面から市民皆様の評価は高く、地域交通の有効な手段の一つあると認識しておりますものの、高い自家用車保有率や料金設定、利用方法等の問題から、運賃収入だけでデマンド型乗り合いタクシーの事業を成立するほどの、利用者数を見込めなかったという課題が見えてきたところでございます。平成23年度には、自治会に出向きまして、地域ごとの課題や、住民に皆様のニーズをお聞かせいただきました。33の自治会で調査にご協力をいただいてございます。ご意見といたしましては、現在は車を使えるが将来が不安、将来は路線バス等の公共交通が必要とのお声をはじめ、病院、買い物先、公共施設へのアクセスを確保してほしい、小型バスによるこまめな運行してほしい、利用しやすい料金設定にしてほしい、運行本数を増やしてほしい、また市内循環バスを運行してほしいなどのお声をいただいてございます。地域交通は既存のバス路線の充実が基本であると考えてございますことから、
ニーズ調査でのご意見を踏まえ、まずはバス事業者に対し、路線バスの増便や運行経路の変更などを要望させていただき、先月11日には、今後の本市におきます地域交通の方向性などを議論いただきます、森山市地域公共交通会議を設置をさせていただいたところでございます。地域交通が充実していない空白地域におきましては、中津ふれあい活動の会に見られる共助による高齢者の移動支援や、出番動型乗り合い方式によります移動手段の運行なども含め、検討が必要であると考えてございます。また市街地につきましては、多くの方からご要望がございました病院をはじめとする公共施設や大型店舗を循環する新たな移動手段が必要であると考えてございます。これを導入することによりまして、市街地の交通空白地におきましても一定改善ができるものと考えているところでございます。議員仰せの地域の方、高齢者の方々への早急な対策につきましては、ニーズ調査においてもその声を賜ったところでございます。皆様からのご意見を踏まえまして、森山市地域公共交通会議において議論をし、新たな地域交通の運行を12月を目途に鋭意進めてまいりますので、ご理解いただきますようお願いを申し上げ、答弁とさせていただきます。総務部理事、西村議員一般質問1点目の今後の本市の行財政改革の進め方についてお答えをいたします。本市の行財政改革の取り組みにつきましては、議員仰せのとおり、平成22年度までの5年間を第4次の森山市の行政改革大綱の実施期間として位置づけまして、推進項目を定める中、全庁的に歳入の確保と歳出削減に向けた取り組みを進めてまいりました。その結果、土地の売却や広告収入などによります新たな財源の確保と、外部委員による事務事業の改善、外部委託によります事業の効率化、また定員適正計画によります職員定数の管理等の歳出削減によりまして、5か年間の財政効果額は29億5000万円よとなったところでございます。議員ご指摘のように、地方を取り巻く状況、とりわけ今後の財政状況につきましては、さらに厳しくなるものと認識をいたしております。本市におきましては、景気の低迷や国の制度の見直しにより歳入の大幅な増加が見込めない中で、扶助費をはじめといたします義務的経費が年々増加してきており、今後の財政推計といたしましては、平成24年度から平成27年度までの4年間で約29億円の歳入不足が見込まれております。また平成25年度以降におきましても、引き続き森山北中学校の地震補強大規模改造事業や森山中学校の改築事業をはじめ、庁舎や環境センターの老朽化対策に多額の財源を必要といたしますことから、大変厳しい時代を迎えることとなり、本市が抱えるさまざまな課題に的確に対応し、将来にわたり必要な市民サービスを継続かつ安定して提供するためには、さらなる行財政改革の推進が必要であると認識をいたしております。そうしたことから、この厳しい時代におきましては、本年度から始まっております第5次の森山市行財政改革大綱に基づきます実施計画を着実に取り組みますとともに、森山市行政経営改革委員会に報告する中、進めてまいりたいと考えております。特に平成24年度からは、効率的な行政運営の確立に向けた取り組みといたしまして、現在実施しております事務事業評価に加え、第5次森山市総合計画の進捗管理を行うため、
施策評価を新たに実施するなど、内部評価の拡充を図ってまいります。また、市民との共同による行財政改革が不可欠でありますことから、公募などによる外部評価委員10名程度を委嘱し、総合計画の基本方針から施策を選択する中、市民目線によります公開外部評価を平成24年度から3カ年で実施してまいりたいと存じます。なお初年度につきましては、心が輝く学びのふるさとづくり、またまちづくりの基本姿勢の分野から2施策を選択する中実施する予定でございます。さらには森山市歳入改革推進プランに基づきまして、引き続き債権徴収特命チームによります滞納の徴収強化を推進するとともに、新たな広告収入への取り組みを進めるなど、歳入確保につきましてもしっかりと取り組んでまいりたいと存じます。ご理解を賜りますようお願いをいたします。以上答弁といたします。教育長。西村議員2点目のご質問、全国学力学習状況調査についてお答えをいたします。議員仰せのとおり、全国学力学習状況調査は義務教育の機会均等とその水準維持向上の観点から、児童生徒の学力学習状況をきめ細かく把握分析することにより、教育および教育施策の成果と課題を検証し改善を図ること、また各学校が児童生徒の学力や学習状況を把握し、教員の授業改善や学習状況の改善に役立てることが目的とされております。本年度は東日本大震災の関係で全国学力学習状況調査は中止となり、問題冊子のみを希望する学校へ配布されることとなりました。本市ではせっかくの機会ですので、すべての小中学校で配布された問題冊子を利用し、主に基礎的な学力について調査を実施し、各学校で採点し教育委員会で集約をいたしました。その結果、市の平均正答率はおよそ8割であり、基礎的な学力はおおむね身についておりました。さらにこの調査結果をもとにして、森山市の課題や各校の課題について考察し、それぞれの学校に伝えるとともに、この2月に開催いたしました市の研究発表大会で地域の皆様や教職員に向け、その結果考察について発表をいたしました。本市では全国学力学習状況調査を単に実施するだけでとどまらず、毎年分析チームを編成し、調査結果の分析と考察を行っております。その結果考察を児童生徒の学力向上に生かすために、例えば正答率の低い設問の分析から、事業改善の方法についての指導の手引きを作成し、市内の教職員に示したり、あるいは学力と生活、あるいは学習習慣との相関関係から分かることについて、保護者向けのパンフレットを作成し、早寝早起きや、あるいは親子の会話が学力に大きく関わっているなど、家庭での生活習慣の定着が大切であることについても啓発を行っております。また各学校におきましては、学力調査の結果をもとにして
学校ごとに結果を分析し、課題を克服していく学力向上策を策定しまして、例えば今授業の始まる5分前に算数では計算練習を実施したり、あるいは国語では朝読書を行い、読書を習慣づけたりするなど、各校の実情に応じた学力向上に取り組んでおります。またその取り組みを保護者などに学校ダイヤルなどでより詳しくお伝えをいたしております。今後におきましても、この全国学力学習状況調査の結果を分析し検証するとともに、課題を明らかにしながら学力向上に努めてまいりたいと存じます。また議員仰せのとおり、目に見える学力だけでなく、命を守る教育や思いやりを大切にする教育、あるいは我が国や郷土を愛する教育等も生きる力を育めで大切であると認識をいたしております。私は日頃から学校教育で大事にしなければならないことは、子どもたちにしっかりと学力をつけること、そして豊かな心を養うこと、また社会性や規範意識を育むこと、さらには健康や体力など健やかな体を作ることであると思っております。今後とも森山の地域を愛し、未来を切り開くたくましい子どもの育成に努めてまいりたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。